きなんですよ。かわいいでしょ。こんばんは。今日はお話し会ありがとうございました。楽しかったです。そう、こんななんかね、いろいろ資料やった。これしんちゃんの、しんちゃんがパンダになってるやつとか、あとはなんかいろいろあった。シロとかもいた。お話し会ありがとうございました。久しぶりだったんですけど、エリちゃんが得意なのはしんちゃんじゃなくてぼーちゃんですね。ぼーちゃんのモノマネうまいよね、エリちゃん。あ、ゆいとさん、タコありがとうございます。あの姉さん、かわいい、ありがとうございます。ぼーちゃん、そう、なんかぼーちゃんも、あ、言ったらかわいかったんだけどね。風間くんとしんちゃんにしました。シロとかもいたんだけどね、やっぱこれが一番かわいかったかな。こんな感じ、なんか幼稚園の制服着てるやつ。あ、サンタナミチさん、ありがとうございました。今日たくさん来てくれてありがとうございます。あ、それと今日はオルガン坂に出演させていただいたんですけど、見てくださった方いますか？ギャルメイクしました。ギャルメイクの対決だったんですけど、めっちゃ似合ってた、嬉しい。ちょっと初めてだったんですけど、自分初めての割にはうまくできたんじゃないかなって思ったので、 YouTube 多分残ってるんで、見てない方は見てください。ひまわりは持ってないね。ひまわり持ってない。なんかしんちゃんのピンね、これで3種類目くらいなんだけど、1種類はなんか立体のなんかぬいぐるみみたいな結構デカめのやつで、もう1個はなんかプラスチックのなんだけど、それがピンが緩くてちょっとあまり意味ないから、新しくちゃんとしたやつを買いました。やばくないって、そう、ギャルになってやばくないってやってたので見てください。ちょっと血色が。ギャルに憧れてる時期ありましたよ。高校生の頃ギャルになりたかった。あ、そう、ドッキリもかけられました。初めてびっくりした。なんかやっぱリアクション薄くて全然最下位でした。あ、言っちゃったけど、そう、見てください。なんか顔黄色くない？大丈夫？あ、トシさん、ありがとうございます。リアクション薄、リアクション薄いキャラでいこうかなと思いました。なんかいつも同じ髪型だから変えたいなと思ったんですけど、ツインテールはちょっと。AKB に入る前にギャルになりたかったの意外だった。そう、なんかギャルみたいな派手な女の子も好きだし、アイドルみたいなめっちゃ女の子みたいな可愛い子も好き。ちょっと今日の服にツインテール似合わないからやめとこう。なんか髪型変え、明日のお話し会の髪型どうしよっかな。服もまだね決めてないの。あ、今日の服はこんな感じです。ちょっとレースになってる。でも本当はこのトップスじゃなくて下を見せたかったの。スカートがめちゃくちゃ可愛いから、スカートを新しくお話し会に着ようと思って買ったんですけど、スカートが映らない件について、そう、ここまでこう上半身までしか映んないじゃん、お話し会もショールームもそうだけど。だからせっかく買った可愛いスカートがみんなに見せられなかった。下はジャージの子がいる。え、わかる？ユキもたまに下ジャージで
ショールームやります。ジャージというか部屋着で。そう、下が見えないの、見えないから。お、明日サイン当たった。お、おめでとうございます。やった。じゃあ明日サイン書きますね。楽しみだな。ある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 かもね。そう、じゃあ今見せます。めちゃくちゃ可愛い。見えるかな。あ、ちゃんと履いてるんで。履いてますよ。今はね、見えるかな、なんかこんな感じ。スカートちょっとね、全部は見せられないんだけど、ちょっと画角的な問題。後ろがリボンになってる。テレ東のイベント当選した。お、やった、おめでとうございます。じゃあ8月18日楽しみにしててください。え、可愛いよねこれ。なんかね、これはね、取り外しできるんだけど、こうなってて後ろはリボンになってるスカートです。デニムのスカート。そう、かわいい。そう、コルセット見たくなってるの。デニムの、デニムのロングスカートをね、ずっと欲しくて、ちょっとお店をふらっと見てたらあったので買ってみました。そう、足が長く見えるから。そう、夏ちょっと暑いかもしれないけど、やっぱりね、おしゃれは我慢が必要って言うじゃないですかだからちょっと頑張って。まあでもそんなにね、そんなに暑いっていうほどでもないから。でも上がこんなに、こんな涼しい感じなんで、全然下はね大丈夫なんですよ。そう、結構後ろリボンになってる服とかを持ってること多いかもしれない。なんか後ろリボンって前はシンプルだけど、後ろ見たらリボンみたいなの可愛くないじゃん、可愛いじゃないですか。だからちょっとね、結構可愛いと思って買っちゃうことが多いかもしれない。後ろがリボンになってるやつは。そう、後ろが前シンプルだけど、後ろちょっとなんかポイントがあるみたいな服が結構好きですね。合わせるなら今日はサンダルで、サンダルヒールのサンダルを履いてました。あ、そう、そうなんだよね。外は暑いけど中寒いから、これくらいでちょうどいいかもしれない。丈はこれはロングスカートです。足首ら辺まである。ロングで、なんかね、もう全部可愛いの、全部見せたいんだけど、どうすればいいんだろう。なんかもうデザインが本当に可愛いの、このスカートね。お話し会だと見れなくて残念。何センチのヒール履く？ね、金バラバラなんだけど、今日はこんくらい、そんなに高くない、こんくらいの履いてました。オルガン坂のセットアップ可愛かった。あ、あの黒のやつですね。あれも新しく買った洋服です。そう、こんなに、こんなに可愛い服を着て、このしんちゃんをつけちゃってるっていうところがポイントです。今日のポイント、ライダース似合いそう。ライダースね、着たことないかもしれないけど着てみたい。
しんちゃんでゲップ演出。そう、スカートは可愛いって見せかけてしんちゃんがついてるっていう。でもしんちゃんも可愛いから、可愛いに可愛いがついてさらに可愛いくなってます。これで正面でしんちゃんってわかるのかな。わかるか。しんちゃんです。風間くんがいるからね、さらに可愛く見るの。風間くん単体だったらあんま可愛いとはならないかもしれないけど、そう、この2つついてることによって可愛さが生まれるんです。本当は全員分つけたい。白とかひまわりとかもつけたいけど、なんかいなかった。幼稚園の制服、そう、幼稚園の制服着てるの。なんかいろいろあった。パンダの着ぐるみとかもあったし、あとなんだっけな、なんかいろいろあったんだよね。アットジャム出演おめでとうって、ありがとうございます。嬉しいです。たくさんまたステージで曲が覚えることが増えるんですけど、頑張ります。マサオくんはいないんです。この2個しかいなかった。この2個とあと白がいるやつがあったんだけど、やっぱ風間くん可愛いなって思って。暑い夏になるね。ね、今年の夏は楽しくなりますよ。毎年夏っぽいことできてないけど、今年はなんかね、フェスだったりとかあって、何曲覚えた？まずポップフェスで7曲覚えて、あ、でも7曲って言っても大声ダイヤモンドがあったから実質6曲で、あとただいま恋愛中公演の曲を、あれは13曲くらいか、十何曲あるから十何曲か覚えました。でもまだね、完璧じゃないから、完璧にここから仕上げていきます。ただいま恋愛中公演で、みんなただいま恋愛中公演で何の曲が好きですか？ユニットも含めて。筋肉痛になってないって。筋肉痛は大丈夫です。でもね、ダンスでは筋肉痛になってないんですけど、ね、この前ロケをした時にちょっとあることをしたんですけど、それで筋肉痛になりました。でも1日で治った。オンリートゥデイ楽しいよね。夢見る悪魔さん、あ、クマありがとうございます。夢見る悪魔さん、はじめまして。クマありがとうございます。オンリートゥデイ、ネモースかな。そうです、ネモーステレビにだけに参加させていただいたんですけど、それで筋肉痛になりました。ラブチェイス、あ、いいね、いいですね。でも全部いい曲だよね。君が教えてくれた、めっちゃもう全部いい曲。正直知らな、初めて聞いた曲とかも何曲かあったんですけど、やっぱいい曲だなって思いました。 AKB の曲って。帰郷7時12分、
クマのね、クマのぬいぐるみも楽しいよね。なんか楽しい曲が多いよね。あとかっこいい曲も、フェイントかっこいいね、全部いい、全部いいから、ぜひ直接見に来てください。ちなみに、うん、ユニットいいよね。ちなみにユキが一番好きな、なんだろう、一番選べないんだけど、花村中公園で、まあ、ダンスとかも含め好きな曲は、ちょっとユニットは一応言わないでおくんですけど、何が好きかは。皆さんが当選しますように、俺も優しいじゃん、当選しますように、みんなが今見てる皆さんが当選しますように。あ、キスマンいいね。ちなみにうちわは何枚でも OK です。多ければ多いほど嬉しいです。17期が大好きな方に初日、もう本当に大好きな方に初日入ってほしい。全体の曲だとね、ダンスとか歌とか全部含めて軽蔑していた愛情が好きです。やっぱね、うん、全部好きなんだけど、軽蔑していた愛情好き。なんかすごいかっこいい、かっこいいというか、サビはかっこいいけど、なんて言うんだろう、なんかね、踊ってるの想像するだけ最高。じゃあもう直接見たらめちゃくちゃ最高ですね。見に来てください。当たりますよ、2台ですね。それこそ世界観、そう、世界観、なんて言うんだろう、曲のテーマというか、なんて言うんだろう、そのストーリーというか、そういうのがいいなって思いました。ちょっと語彙力がないんですけど、軽蔑していた愛情、サビはかっこいいじゃないですか。なんか雰囲気が好き、曲の。制服が邪魔をするも好き。テーマ重い、確かにそうだね。だからちゃんとその曲に合った表現ができるように頑張ります。タダちゃんさん、あ、タコありがとうございます。タコちゃんありがとう。いきなり入って、いきなり「ただいま恋愛中」、ハードル高くない？ハードル高い？ただいま恋愛中公演、ハードル高いかな。ちょっと結構難しい曲が、なんか曲調もさ、結構昔の、昔というか昔の曲だから、好きに理由は、あれ、星ついちゃったけど、なんとなく分かった。いいこと言った。あれ、なんて言ってたっけ、あれ、なんて言って、なんか言いかけてたけど、なんか忘れた。一番難しかった曲、一番難しかった曲は2曲あって、本当に難しかったのが、なんかもう、え、これできるかなって思ったのが2曲あって、それがただいま恋愛中とだるい感じ。なんか一見そんなに、その中だったら特に難しい曲と思わないじゃないですか。でもなんかなぜかもう入らなくて、頭にもう大丈夫かなって思った。本当に難しかったけど、そう、なんかね、
難しく見えなそうな曲ほど難しいんですよ。結構踊りが激しめの方が覚えやすいのかもしれない、特徴があって。あ、見て、なんでしょう、なんか貼る場所がなくて一旦ここに貼ったんだけど、本当はねちゃんと違う家に、部屋にねちゃんと貼りたいんだけど、これ今剥がして貼り直したら粘着なくなっちゃうかなと思って、とりあえずここに貼ってるんだけど。そう、ネモースずっと見てた、ネモースに自分の名前が嬉しい。そう、ここに貼ってたの。でかいよね、目立つ。これどこに貼ろうと思って、ここじゃさ、これ鏡なんだけどさ、鏡なんだけどここに貼ったらすごい目立つじゃん。そう、ネモーステレビの名札です。だからすごい目立つからどうしようと思って、部屋に飾りたいんだけど、粘着なくなっちゃったら嫌だなと思って剥がせないまま。お年寄り、そう、お年寄りの飾りにもなくしても大丈夫な、確かになくしても大丈夫だけどね。ネモースの T シャツはねもらえないんですよ、衣装で。表札やばい、これだってそしたら家族のじゃないじゃん、ここだけ、ここだけで、なんだこの表札はってなる。こんな一人しか住んでないみたい。お気に入り、ネモーステレビ見てました、めちゃくちゃ昔だけど、小学生の頃。やっぱ小学生の頃はなんかね、全部見てた多分ね、 AKB が出てる番組ほぼというか全部見てた、全部見てました。え、マリンちゃん、え、久しぶりだ。え、来てくれたの、ありがとう、めっちゃ久しぶりだ。あ、ふうさん、くもありがとうございます。そう、ネモステレビずっと見てたから嬉しかった、めちゃくちゃ。額縁に、え、確かに額縁とか入れるのもありだな、粘着なくなってもね、入れとけば飾れる。でもね、モーステレビってなんか地上波じゃなくてなんとかテレビでやってたよね、だからなかなか見れなかった記憶があるけど、 YouTube で CS、 あ、そう、なんかそんな感じのでやってたから、ファミリー劇場か、そう、だからなかなか見れなかった記憶があるんだけど、え、覚えてるよ、もちろん、もちろん。見れなかったから YouTube とかで見てた基本は。でもたまに見れて、何の企画、なんか見てましたって言って、え、どんな企画見てたんですかって言われたんだけど、ちょっと企画まで思い出せなくて、見ればあ、これ見たことあるとかは分かるんだけど、言われて何の企画を見たかって言ったら思い出せなかったんですけど、ネモーステレビめちゃくちゃ好きだった記憶があって嬉しかったです。アイス何個まで、アイス、え、31で例えたら 4個くらい。突っ張り棒とかバンジーとか、突っ張り棒ってなんだ、ただいま恋愛中コーンやりますって、峯岸さんに話してないです。峯岸さんとね
毛利さんでしかお会いすることなくって、その収録以外はお話しする機会が なかなかないので、個人的なお話したことはないんですけど、ちょっとアドバイスとかいただけたらいただきたいなって思いますけど、今日はアイスの食べました、食べましたよ。さて何を食べたでしょう。今日は本当に仕事頑張ったから疲れました。わあ、お疲れ様です。土曜日なのにお仕事お疲れ様です。さっきソララに正解聞いた。え、ユキの、ユキが食べたアイスの正解ソララに聞いたの。ハーゲンダッツはなかったです。ロケロケ MC いるのかな。え、 MC はどうだろう、まだ聞かされてない。 MC してほしい芸人さんはいます。え、でも結構芸人さんでしょ。芸人さん、好きな芸人さんが千鳥さんとのぶ、平成のぶしこぶし、その吉村さんが好きです。だから司会、いつかなんかそういう機会があったらいいなって思ってます。ゆきちゃんの応援思い出して実習頑張ったの。頑張った、ありがとう。えー、嬉しい、お疲れ様。実習嬉しいよ。パピコもジャンボモナカも違います。あ、正解、ピノ、ピノです。え、有吉さんも粗品さんももちろん好きです。ジャンポケさんも好きだから、オルガン坂でジャンポケの太田さんが司会 MC やられてて嬉しかった。ゆきちゃんがソロコン応募した話を聞いて、ゆきりん、え、本当ですか。ご本人様に知っていただけて嬉しいです。え、嬉しい、ちょっと当たらなくて残念だったけど嬉しい、そう言っていただけて。自分はずっとジャンボケさんにやってほしいと思ってる。ジャンボケさんみんな好きだから、みんなで太田さん、オルガン坂で太田さんがやられてて嬉しかったけど、ネモステレビはイジリーさんとか、おぎやはぎさんとかのイメージが強い。久々すぎて嬉しいね。めっちゃ久々じゃない、いつぶりって感じ。嬉しい、めっちゃいい人だった太田さん。あ、パンチさん、クマありがとうございます。正解正解、ピノです。ピノ大好きなの。なんかいっぱい種類あったけど、ジャンボとか、あとパピコも好きなんだけど、ちょっと時間がないというか、すぐ食べれる好きなものって言ったらピノだったんで、あと大好きなレモンのアイスもあったし、もういっぱい好きなアイスあったんだけど、パパッと食べようと思ってピノにしました。アントニーす、え、そうなの、すごい。そう、おぎやはぎのおぎさん、芸人詳しいかな、あんまり詳しいかな。有吉さんも好きです。いじりさんね、いじりさんめっちゃいい方でした。私もいつか、私もゆきちゃん違う
頑張って、いつか会いたいな。だから、めちゃくちゃ面白い。見たときに、あ、いじりさんだ。でもパルムとピノの違いって言ったらさ、あの、こんばんは。お、ふうさん星ありがとうございます。やったね、星。3、4ヶ月ぶり、え、めっちゃ前じゃない？だって今7月で3月くらいか。あ、そっか、そうだよね、だってね。久しぶり、めっちゃ久しぶり。嬉しいよ、戻ってきてくれて。同じだよね、ほぼ。でもなんかね、ピノのが好きなんだよね。イジリーさん、男子からすると見ると最高に面白いんだけど、女子から、全然女子からしてもめちゃくちゃ面白いですよ。めちゃくちゃ面白い、めっちゃ見てた。 AK ビンゴとか出てましたよね。グミ食べてメール届いてた。お、あれめっずっと食べたくて、なんか高いじゃん、高いんですよあのグミ。だから自分で買うこととかなくて、でもこの前なんか見かけた時にお店を売り切れてて、まさかの。だからね、ずっと食べられなかったんだけど、やっと食べれました。1個だけだけど。好きな食べ物、桃が好きです。アイスのこだわり特にないです。31が好き。パルムのチョコ自分でつけれる、え、そうなの？やってみたい。え、なんか普通のチョコ味じゃない、いろんなチョコの味があるのかな。一瞬しかお話できなかったけど、ゆきちゃんかわいい、かわきかわきかわき、なんか反映されてなかった。一瞬ありがとうございます。お話し会めっちゃ早いよね。なかなか話したいことが最後まで話せないんですけど、また機会があったら来てください。モバメ撮りました、ありがとうございます。じゃんけんしよう。ぽい。そう、エリちゃんまさかの本当に持ってきてくれると思わない。いいよね。それが。今日はね、初めましての方が結構多くて、方が多かったのと、あと公演とか頑張ってねみたいなのが多かったです。どんどん増えてきたら、こうやって来てくれたら嬉しいな。ありがとうございます。最初にパーは負けやすい、本当に最近それ思って、だからじゃんけんで最近はチョキを出すようにしてるんですよ。なんかお弁当出ることとか多くて、お弁当とか差し入れとかいただいたらじゃんけんするんですけど、
なんか本当にすごくて、そうエリちゃん、そうエリちゃん、でも最近エリちゃんね、携帯の録画面を私のことにしてたんですけど、最近変えたんですよエリちゃん。もう悲しいよ、悲しい。じゃんけん大会見てました。じゃんけん大会やりたいな。えりちゃんって言われると小田えり、小田えりです。え、えりちゃん、小田えりさん今日ね、おはようございますって言ったら、おはようゆきちゃんって言ってくれたんですよ。めっちゃ嬉しかった。名前呼んでいただきました。えりちゃん、そのえりちゃん推し編したの。悲しいえりちゃん。あれ、また何の話してたんだっけ。あ、そう、じゃんけんでお弁当じゃんけんとか。お弁当はもうめちゃくちゃ負けるの。お弁当は毎回負けて、3種類とかあったら絶対自分の第1候補第2候補じゃなかった第3候補のやつになるんですよ、いつも。そう、でもお弁当は絶対に負けるんですけど、デザートとか差し入れでいただいたデザートとか、なんかスイーツ系のやつはなんか大好きだから、スイーツ大好きだからスイーツ系は勝つんですよ。すごくない？お弁当は負けるけど差し入れのじゃんけんは勝つの。エリちゃん推し変しないでよね、悲しいよね。エリちゃん推し変したのか分かんないけど、なんか録画面変えてた。絶対に負けられない。そう、フルーツ系スイーツ系は負けたくないっていう思いが強くて、お弁当も負けたくないんだけど、お弁当じゃんけん強いメンバー誰だろう、あんまり覚えてないな。絶対誰だろう、あんまイメージないかもしれない。でもガチ勢、エリちゃん推し編、人気のお弁当、人気のお弁当なんだよ。やっぱみんなお肉系が好きな気がする。変わらず大好きで、ありがとう、嬉しい。戻ってきてくれたというか、どこにも行ってないかもしれないけど、ありがとう、嬉しい。マリンちゃん、スイーツじゃんけん、そう、サーティワンのアイスとか、あとはフィナンシェ好きなんだけど、なんかいろいろ種類があるお菓子の中でフィナンシェを勝ち取りました。最高。お弁当第一以降はやっぱり私が好きなのはチキン南蛮です。塚田農場のチキン南蛮が一番好き。もうあれが出ると本当にもうテンション上がりすぎて、本当チキン南蛮好きだよねってみんなに言われる。オーベルジーヌ、なんか聞いたことあるな、なんだろう。お代理さん、もう本当はめちゃくちゃ嬉しかったんだけど、なんか急に、塚田農場大人気、そうなんだ、おしましでここに来ました、え、嬉しい、こうって言うじゃん。あ、オーベルジーヌカレーか、めちゃくちゃ甘かった。砂糖入ってるんじゃ、でも砂糖入ってるのかな。
え、じゃがいも美味しかったです。じゃがバター、バターがついてる。徳型キーボードずっと、嬉しいんだけど。しまし常識です。そうなの。ロック画面違うのに変えたけど、またキッチンにしようかな。して、まあ写真、最新の写真があんまり載せる機会ないけど、メールとかで送ってるから。ゆきちゃん一つ嬉しい、嬉しい。チキン南蛮いろんなタルト、そうなの。でもチキン南蛮にマヨネーズ、じゃがいも全部食べました。美味しかった。タルタル、4種のタルタルって何なんだ。4種のタルタル、出てた頃の写真、嬉しい。全部オーベルジーヌ美味しいけど、あ、肝心なところが消えてる。今日は7センチくらいかな、ヒール。そんなに高くなかった。17期発行、嬉しいです。全然17期発行し嬉しいですよ。嫌いな食べ物たくさんあります。梅、ゴーヤ、ナス、ピーマン、抹茶、タケノコ、コメント欄でしか話せないけど、ちゃんと話す機会ないけど、だからショールームもできるときにやるので、みんな見てだからありがとうございます。代わりに食べる卵派だから、お弁当に入ってる卵焼きっていつも食べても、愛ちゃんがめっちゃ甘い卵好きで、だから愛ちゃんにあげてる。10センチヒールはゆきちゃんのこと、そう、そう、漬物も食べられないの、派なんですよ、塩派。お寿司屋さんの卵も、お返しハンバーグ、卵のお返しハンバーグすごいじゃん。それだったら、ツイッターで名前検索したら今配信してくれる。そうだったの、ありがとう。もちろん覚えてるよ、本当に忘れないよ。ゆきちゃんに会うっていう何年の願い早く叶えたい。そうだね、とうこちゃんも、もうだいぶ前だよね。早く会いたいな。私も抹茶苦手ね。抹茶味のお菓子とか、抹茶薄めのやつなら食べられるんだけど、抹茶ラテとか抹茶プリンとか抹茶シュークリームとか抹茶アイスはどうだろうな。ちょっと抹茶が薄めだったら食べられる。卵にしよう。嘘でしょ、それが、嘘普通だと思ってた。塩が、抹茶アイスは薄めだったら大丈夫。あんま苦くないやつだったら大丈夫。やっぱり白米、そう、やっ
っぱ白米、白米単体でもいい、うん、朝昼晩白米単体でももういい。最悪チョコミントも食べられないことはないけど好きでもないな。抹茶単体だとそう苦いから。でもほうじ茶大好き、ほうじ茶大好き、ほうじ茶ラテとかも大好き。え、白米単体美味しいから食べてみて。絶対に美味しい。しかも水滴がついた水を含んだ白米。お粥とは違うの。お粥は水含みすぎだけど程よい感じで水を含んだ好きな白米。なんか線が入ってるやつ、なんて言うんだろう、あれ線が入ってる白米。卵かけご飯とか食べられない。生卵が苦手。土日仕事だから話しか行けませんが劇場で会った100日も残念。話し会劇場でたくさんうちわとか振ってくれたら覚えますよ。すぐ覚えます。ほうじ茶だって大好き。わかる？嬉しい。白米単体美味しいの分かってくれるの。そう、噛むほど甘くなるからおもろ。白米語ってる。あ、玄米か。玄米好きなの。麦ご飯、そう麦ご飯、あ、そうか、麦ご飯玄米で、なんか線が入ってる。もちほんとに偏食なの。好き嫌い。熱々ご飯に納豆 NG。 え、そうなの？ご飯になんかがダメっていうのは聞いたことあるかも。でもさ、熱いご飯ってなんかあれ太りやすいんだよね。だからちょっと冷ました方、ちょっとっていうか冷めた方がいいみたいな。熱々なんかで見たことある。影響されてほうじ茶で買いました。お、お揃いじゃん。かわいい。みんな影響してなんかサクサクパンダとか買ってるの見ると、え、嬉しいって思う。劇場お米アイドル、コメアイドルです。推しサイリウム色は玄米渋い。サイリウムは好きな色がピンクと紫だからピンクと紫がいいんですけど、ちょっとかぶってるので考え中。確定ではないけど一旦それで紫とピンクで一旦。もち米っていうのかな、もち麦みたいな線が入ってるやつ好きです。えりちゃんも、え、そうなの、初めて知った。俺も白米好きな人単体で。納豆菌が熱でやられちゃう。あ、なるほど。パスタはアサリとかタラコも好きだし、カルボナーラも好き。これが一番好きとかはなくて、これはいい情報すぎる。絶対買う。なんだっけ。
ほうじ茶あるけど。すぐじゃない？来週から。ちょうど1週間後くらい。え、嬉しいんだけど。え、最高すぎる。絶対行こう。3日にすぐ買いに行こう。ご飯の上にタレたっぷりつけたカルビ。え、カルビ派？カルビ。カルビも美味しいけどね。ハラミ派だな。ゆきちゃんに影響されて最近もいいこと。桃はフルーツはたくさん食べてください。とついて濃いピンクと紫が来てました。え、本当に嬉しい。でもなんかゆきっていうボード見つけました。味いつも濃いめが好きなんで、本当に豆腐を白米は単体が好き。8月3日は平たい、あ、開店時間だ。開店時間にほうじ茶飲むの。え、かわいい。みんな飲もうほうじ茶3日。悲しいけど誰よりも早く行くから誰よりも早く飲みに行きます。ソララも、え、そう、ソララもスタバの桃の共通点が結構あってね、嬉しいって話をしてたんだけど、好きな色がピンクと紫なのも一緒だし、飼ってる犬の種類同じってすごくない？なんかチワワとかプードルとか同じなのはさ、ね、あ、同じダークいい犬種なんだよね、二人とも。そう、犬の犬種が一緒なの、ソララとジャック・ラッセル・テリア。そう、え、びっくりして最初、オーディションの時に席が前後にいて、ソララって一番最初に17期のメンバーで一番最初に話したのがソララで、オーディションで前後にいてしたんだけど、本当に初めて会ったから、同じ犬種飼ってる人と。でも共通点がね結構多いのも、びっくり。あと3分。あ、待ってます。じゃあそろそろ何だっけ、ランキング読みます。あ、動いた。よし、じゃあ13位、ミヤヒーさんありがとうございます。12位、タダちゃんさんありがとうございます。11位、アノネさんありがとうございます。10位、イサオさんありがとうございます。9位、サンタアナミチさんありがとうございます。8位、小賀健さんありがとうございます。5位、テラさんありがとうございます。4位、ユリアピウさんありがとうございます。2位、トシさんありがとうございます。今日もお話し会から、はい、2日目、明日サイン会なので、サイン当たった方は、当たってない方もお願いします。また明日ましょう。全然いけない。よかった。早起き頑張り、まだね、私服とか
決めてないから、明日の。ありがとうございました。かわいい、かわいいかよ。じゃあ明日みんな早起き頑張りましょう。お話し会で待ってます。バイバーイ、おやすみなさい。